っこいい。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら AMD ラデオン RX7900XG になります。え、あんたこれ一体。こちらは12月16日に新発売されたグラフィックボードとなるのですが、まさか買ったんじゃ。いやいや、こちらなんと AMD さんから直々にお借りしました。え、 AMD から直接。はい、ということで今回はラデオン RX7900XT を上から下までじっくり見ながら、実際に動かしてみて性能を見ていきたいと思います。最後までご視聴いただければ嬉しいです。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。まず最初にお断りなのですが、今回お借りしたこちらの AMD ラデオン RX7900XT なのですが、こちらはメディア用のサンプル品となっているので、一般販売しているものと若干違う部分もあるみたいですが、ご了承ください。では早速開封からしていきましょう。箱は黒ベースにかなりかっこいいですね。箱を開けるとグラフィックボードがすぐに出てきました。こちらが本体となっております。かっこいいですね。確かにかっこいいわね。今回お借りしたのがリファレンスモデルっていうのもありますが、どのメーカーもやっぱりリファレンスモデルってなんとも言えないかっこよさがありますよね。では細かいスペックの前に、今回発売された7900シリーズの大きな特徴をご紹介します。まず一つ目が AMD RDNA 3 アーキテクチャーになります。6000シリーズは RDNA2 を使っていましたが、7000シリーズからは RDNA3 となり、製造プロセスが6000シリーズの7ナノメートルから5ナノメートルへと進化いたしました。その分どのくらい性能が上がったのか気になるところですね。メモリに関しても AMD の第2世代インフィニティキャッシュとなり、 6950XT では最大 1793GB 毎秒だったのが、 7900XTX は有効メモリ帯域幅は 3494.4GB 毎秒と大幅に上昇しました。ストリーミング機能にも力を入れていて、ディスプレイポート 2.1 に対応したラディアンスディスプレイエンジンを採用し、ディスプレイ解像度が最大 8K、リフレッシュレートは最大 165Hz まで対応となりました。あとは FSR や RSR にも対応となっています。ではスペックのご紹介です。こちらがスペック表となります。今回はせっかくなので RX7900XTX と RX6950XT と比較しながら見ていきます。まず、GPU ですが RDNA3 が使用されており、RX6000 シリーズの RDNA2 より、さらに微細化されています。演算ユニットやレイアクセラレーターも増えており、最大クロックも上昇しています。続いてメモリですが、6950XT よりも 4GB ずつ増えております。インフィニティキャッシュは 6950XT の方が多いですが、メモリクロックや帯域幅が増えています。TDP は 7900XTX は 355W、6950XT は 335W で、7900XT は 315W となっております。でも推奨電源は 6900XT の方が高いんですよね。あとスペック表にはないのですが、重さも測ってみました。今回お借りした RX7900XT は 1520g で、同じく借りた RX6950XT が 1602g。こちらは昨年自分で購入した RX6700XT なのですが、こちらは 888g でした。6950XT がオリファンってのもありますが、それより軽いっていうのがわかりますね。続いて価格ですが、発売開始の最安価格は 7900XTX が約18万円、7900XT が約 15.6 万円、6900XT が 18.6 万円となっています。発売時期の為替やらいろんな状況が一緒ではないので、一概に比較はできませんけどね。ちなみに2022年12月19日現在の 6950XT の最安値が、14万7400円で売られていました。シュララ。それでは早速起動して性能を計測していこうと思います。まずは検証機のご紹介。CPU は以前 AMD さんからいただいた Ryzen 5 7600X と、マザーボードは MSI Pro X670P で、メモリは DDR5-5600 の 16GB×2 枚を使用しますが、CPU の MAX 速度に合わせて 5200MHz で検証します。電源は余裕を持って、1000W 電源でいきます。で、今回の検証なんですが、
今回は6000シリーズ最高の 6950XT との性能比較をします。検証条件として、AMD スマートアクセスメモリーは使用しますが、その他はデフォルト設定で行います。今回借り物なので貸し出し期間に余裕があれば、RSR などもやっていきたいなと思っています。あと、検証していてちょっと不思議だった点もお伝えしておきます。今回もいつものように MSI のアフターバーナーを使って FPS 等の測定をしたのですが、このように最小 FPS が1桁になることが多かったのですが、レポート表示されるものを見てみるとちゃんとした数字が出てきました。なので、今回の結果はレポート表示されたものはその記録、それ以外はアフターバーナーの記録となります。平均 FPS 等は大きな差がなかったので大丈夫と思いますが、最小 FPS はあまり参考にならないかもしれません。それでは検証行ってみましょう。ファイナルファンタジー14。設定は最高設定で 4K、WQHD、フル HD と行いました。映像は RX7900XT のものです。また FF14 はレポート出力されるのでそちらの結果を反映させました。では結果を見てみましょう。まずはスコアから。結果は 6950XT よりも 7900XT の方がどの解像度でもわずかに上でした。続いて平均 FPS、最低 FPS、あとベンチ中の温度についても計測しました。先ほどのスコアはすべて 7900XT の方が高かったのですが、4K の平均 FPS だけは 6950XT の方が高い結果となりました。平均 FPS は負けてるのにスコアは勝ってるって不思議ね。最低 FPS はほとんど変わりありませんでした。ベンチ中の温度に関しては、7900XT でだいたい50後半程度、6950XT で60前半程度の温度でした。オープンフレームってこともありますが、他のベンチマークやゲームでもだいたいこのぐらいでした。では次に行ってみましょう。ファイナルファンタジー15。続いては FF15 ベンチマークになります。こちらも3種類の解像度で高品質の結果となります。それでは結果を見てみましょう。まずはスコアから。4K と WQHD は RX7900XT の方が高く、フル HD は RX6950XT の方が高い結果となりました。ただフル HD に関しては、誤差の範囲かなとも言えるぐらいの差ですね。WQHD は逆に結構差が出たなっていう印象でした。続いて平均 FPS と最低 FPS なんですが、4K でも 60fps 以上出ていますし、WQHD、フル HD なら144以上という結果です。最低 FPS については、1桁とか2桁まで下がってしまっていたので、こちらは気にしないでもらえればと思います。いくら重いと言われる FF15 ベンチでもここまで落ちるのは不思議ですよね。ちなみにおかしいと思って何回も計測したのですが、結果が変わることはありませんでした。では次。サイバーパンク2077。サイバーパンク2077もやってみました。設定はウルトラでレイトレーシングありで計測しました。レイトレーシングが入ると一気に重くなるのですが、結果はこうなりました。これ?はい、なんと RX7900XT の平均 FPS が RX6950XT よりかなり大きな差を出したんですよね。私も最初計測した時間違いか、って思ってやり直したんですが結果は変わりませんでした。こちらはレポート出力されるので、最低 FPS も正しいものとなります。ということはこのゲームをやるなら、RX7900XT の方が良さそうね。そうですね、レイトレーシングが強化された結果かもしれませんね。では次から実際のゲームをやっていきましょう。アーク。重いゲームで有名なアークをやってみました。リスポーン地点周辺をちょろちょろしてただけですが、では結果を見てみましょう。こちらは RX6950XT の方が FPS が出てるという結果となりました。ただ4K の場合は RX7900XT の方がわずかに上なので、使いたい解像度次第って感じですかね。4K に限ってはほとんど差がないレベルぐらいっぽいですが。では次。マイクロソフトフライトシミュレーター。重いゲーム代表のマイクロソフトフライトシミュレーターもやってみました。こちらは飛ぶ場所によって FPS がすごい変動をするので、参考程度に見ていただければと思います。計測は成田。羽田間のフライトでスタートから10分後に計測したものになります。結果はこちら。こちらはどれも RX7900XT が高い数値となりました。画質設定がウルトラでどれも FPS が60を超えてくるので、このグラボ結構すごいかもしれませんね。こちらも最低 FPS は参考にはならなそうな結果となりました。では次。フォートナイト。続いてはフォートナイトです。
こちらは設定を最高にして、パフォーマンスモードとダイレクト X12 で計測いたしました。ではまずはパフォーマンスモードでの結果を見てみましょう。さすがパフォーマンスモード、どれも 300fps を超える数値となりました。ただ高 fps の中でも RX7900XT の方がより高い数値という結果でした。では続いてダイレクト X12 も見てみましょう。こちらはすごい面白い結果となりました。RX6950XT では100前後を出すのがやっとだったのに、RX7900XT ではパフォーマンスモード並みの FPS が出ていたので、さすがに3回やり直したんですが、それでもこのぐらい数値が出ていました。ちなみに地面着地後から FPS をリセットして15分後に計測した数値となります。ここまで差が出ると自分の計測ミスじゃないかと疑ってしまいますね。では次行ってみましょう。APEX Legends。まずは射撃訓練場のウルト検証です。結果はこちら。フル HD では差がほとんどなかったのですが、WQHD 以上では RX7900XT の方が FPS が高かったです。フル HD も平均は差がありませんが、最低 FPS は RX7900XT の方が高いという結果となりました。実戦の方も行ったのですが、こちらはマップは同じでも同じ場所に降りていないので、あくまで参考程度に見ていただければと思います。結果はこちら。こちらはそれぞれほとんど差がなかったので、実際にゲームをする上ではどちらのグラボでもいいかもしれませんね。しかも今回競技設定でなく、最高設定でこれだけのパフォーマンスが出たので、十分遊べそうですね。ただ一点、私だけなのかもしれませんが、訓練場でも実際にやってた中でも、振り向いた時やとっさの瞬間に一瞬カクついたような感覚があって、その瞬間最低 FPS が更新されていたので、ソフト側かドライバー側でまだ適されてないのかもしれませんね。ちなみに両方のグラボでそれを感じました。では最後にエンコードも比較していきましょう。動画エンコード。今回はハンドブレイクと、ラデオンと相性があまり良くないと言われているフィモーラでそれぞれエンコードしてみました。エンコードした素材は5分間の 4K 動画を再エンコードさせてみました。結果はこちら。ハンドブレイクはそこまで差がありませんでしたが、フィモーラはなんと1分20秒ほど早くエンコードが終わりました。映像エンコード系にも力を入れているという結果が出たんですかね。シュララ。はい、ということで今回は、AMD ラデオン RX7900XT の性能検証をやってみました。さすがハイエンドグラフィックボードね、結構いいスコアが出たんじゃない？ですね。あと消費電力についても調べてみたんですが、ベンチマーク中の消費電力も測ったところ、RX7900XT は 400W 前後、RX6950XT は 480W 前後という結果でした。つまり RX7900XT の方が性能が上がっているけど、消費電力が少ないってこと？そういうことですね。AMD、やるわね。シュラミちゃん何様。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。